本当私の人生を全て変えてくれるような大会だと思ってて、私自身もそうですし、両親もそうですし、周りの応援してくれてる方々の気持ちもそうですし、全部が集まった一つの大会かなと思っているので、まあ本当もし死ぬ時に思い出す光景って、東京オリンピックで優勝した時だったり、パリオリンピックでも優勝するって決めてるので、そういうことが浮かんだりっていうぐらい、私の人生で一番思い出に残る大会なのかなと思ってます。まだまだ人生これから長いと思うんですけど、今ね、オリンピックとはって言われても、まあ自分自身のも人生なのかなって、東京オリンピックが自分の人生変えてくれたと思ってますし、うん、まだそれほど大きい大会だし、子供たちもオリンピックってすごいんだっていうのは分かってると思うんで、うん、まあまたパリのね、オリンピックの金メダルを見せてあげたいなと思います。阿部一二三選手、阿部詩選手、どうぞ大きな拍手でお迎えください。ね、自分たちもこうここまでの立場というか、うん、まあオリンピック優勝して、それまあ子供たちが憧れとか、そういう阿部選手みたいになりたいって言ってくれるところまで来れたので、じゃあまあこういうイベントやりたいなっていうふうに思いました。すごく良かったです。阿部さんたちに教えてもらって、教え方が上手で分かりやすかったです。オリンピック選手に初めて会ったので、ちょっとすごく嬉しかったです。誰からも応援されるようなアスリートに、まだ柔道家になりたいなと思っているので、しっかり感謝の気持ちを忘れず、また柔道の素晴らしさっていうのを広げていけるような人間になりたいなと思ってます。パリ2024大会公式記念コインの贈呈です。東京からパリへつなぐコインもいただいて、私の気持ちもより一層パリオリンピックに向けて走り続けないといけないなというふうに感じましたので、チームスーツ、はい、お揃いで発売に向けてのイベントに出させてもらって、もうあと1年に迫ってきたんだなっていう思いで、本当にこの1年気を引き締めて、パリオリンピックで優勝するために頑張っていきたいなというふうに思いました。いやー、多分すぐ来るんだろうなと思ってます。オリンピックもう1年、いやー、あっという間に来るんだろうなって。だからまあね、こっからまあだからもうほんますぐ来るんで、仕上げていかないとというか、うん、焦りはないですけど、まあまああっという間なんだろうなっていう感覚ですね。東京の時の1年前はコロナ禍だったので、どうしたらいいかわからない状況の中で、不安の中で戦っていた部分があって、でも今はそういう状況ではないので、本当にオリンピックっていう目標だけを見て、稽古できる環境にはあるので、そういう部分ではすごい充実した日々なんじゃないかなと思います。東京オリンピックの前はやっぱり体もボロボロで怪我がすごくあって、まだオリンピックという舞台も初めてだったので、こうどの道に進んだらいいかっていうのを日々悩みながら生活していたんですけど、今はもうそういうのもなく、自分自身のそのやるべきことも見えているので、なので東京オリンピックの時よりは絶対に強いと思います。いい意味で余裕が生まれてると思います。気持ちに東京オリンピック優勝して、まあ、自信もついたし、だからね、気持ちに余裕があるから、まあ、自分の柔道、まあ、いいとこも悪いとこも見えてくるのかなっていうのは思いますね。やっぱ自分の目標、まあ、人としても、まあ、いろんな人から尊敬されるというか、素晴らしいなって言われるような人間
になりたいですし、やっぱ柔道の面でいうと、まあやっぱ阿部一二三強いなって、どんな人が見ても思う柔道をしたいんで、うん、まあそこを追求していけたらいいのかなっていうのは思ってます。第33回オリンピック競技大会、男子代表内定選手を発表させていただきます。66kg 級阿部一二三選手、男子は阿部選手1名のみの内定を、出させていただきます。48kg 級の長月、52kg 級阿部詩、70kg 級新井咲、以上3名、になります。52kg 級の阿部詩選手に関しましては、まあ、オリンピックから出るとですね、世界選手権に連覇、そして、海外の選手ですね、国際大会では敗れていないということで、させていただいております。心と体と技と、そういったものを一つにまとめるには1年間、まあ、ちょうどいい時間じゃないかなとは考えますので、また阿部一二三選手のような、世界選手権に連覇している選手、海外の選手からも非常に研究され対策を練られる選手だと思いますので、この1年間をかけてさらにその上を行くような技術とまた戦術、そういったものも含めて繰り上げていくということが、彼にとって一番重要なことかなと思います。あまり大きな不安はありません。パリ決まるまでも、まあ、自分自身すごい厳しい戦いだったっていうふうには思ってるんで、まあでも2連覇って本当に厳しい戦いになると思うんで、その辺はそうですね、まあ、東京オリンピックを超えるぐらい、まあ、強くなって、まあ、パリに出て優勝してない。3年という期間で走り抜けてきた中で1年準備期間を取れるっていうのはすごく私にとってプラスなので、まだまだ自分の柔道を伸ばせる期間があると思うとワクワクしますし、もっと強くなれるという気がするなと思っていて、1年という期間を無駄にせず日々成長していこうと思います。東京オリンピック終わってからはさらに注目していただけることも多くて、また応援してくださる方もすごく増えて、私自身それをプレッシャーに感じることは今までは一切なくて、すごい力になっているので、多分パリオリンピックまでもプレッシャーに感じることはなく、それを力に変えてさらに頑張れると思うので、はい、すごく感心しています。まあ兄弟で2連覇っていうのは本当に最大の目標なんですけど、まあお互いがしっかり準備してお互いがやることをすれば、おのずとその兄弟で2連覇っていうのは達成できるのかなと。